本日は死死のタブー化ととと安楽いいううテーマでお話しようと思います臨床していてですね自殺したいとか死にたいという意見はよく聞くんですけれどもでも実際どう死にたいのかとかどういうふうに老いていきたいのかとかどういうふうに人生を全体を捉えているのかという議論はなかなかねしにくかったりとか想像がつかない人が多いみたいですねだからそれは身近に病がある人とかがいなかったりとか身近に老いた人がいなかったりとか老いた人たちとの会話が少なかったりして ななかなかそういうイメージが持ちにくいからなのかなというふうには思いますけれどもで一方で,です、ね、あの安楽死の議論はです、ね、ヨーロッパを中心に先進国の中ではすごくディスカッションされていてです、ね、合法化されているところが地域が増えているという現実がありますカナダとかはですね2016年に合法化して2021年の時点で,です、ね、全体の市の3.3%の人が安楽死を選んでいるということになります。 回復の見込みのない病気、えー、末期癌とかね、そういう病気とかですね、に適応されていた安楽死がですね、まあ、だんだんですね、滑り坂のように、いろんなところにうあのー、適応されていて、例えば重度の心身障害、知的障害の人とかも含めた心身障害とか、精神障害の人たちまで安楽死の範囲が広がっているということですね。で、自己決定論、自分が死ぬ権利もあるんじゃないかっていうことで、その自己決定論の拡大に伴ってですね、滑り坂のように広がっていってしまっている。いますよ、 あの安楽死したいのでスイスまでの紹介状書,書いてくださいとか人いますけど、まあ、僕は断ったりとかし,ますしたんですけどでもまあいろいろあるなとは思いますねじゃあ日本はどうなのかっていうとですねまあ安楽死がなくて、まあ、介護とかが増えていって認知症の人も増えていてで世界でのね有数の高齢者の国ですよね高齢者の国でまあ日本ではどんなことが起きてるかっていうとまあ経済の失速とかいろんなことがまあ起きてたりはしますね。そういうい中で僕ら 世界に向けて安楽死を合法化してない国として合法化している国に対してどういうメッセージを送るのかっていうのは結構まあ重要なことだと思いますし互いにそのディスカッションしていくってことは僕はとても重要だろうなと思いますね一度始めてしまったらなかなか止めにくいんですよ法律で決まってしまうとねだからこそその逆にですねそのタブー視し,しているなぜ日本でそういうことが語られないのか臨床現場 でもそういう風に語られていないのかってことを考えるとですねまず一つは医療技術の進歩ですよねだから医療レベルが上がっていってなんか自分年をとっても長生きできるんじゃないかもっと長生きできるんじゃないですか なか今は80歳ぐらいで亡くなってるけど自分は100歳まで生きれるんじゃないかとか120歳まで生きれるようになるんじゃないかとか技術進歩も進んでいくから AI とか組み合わせたらもっと長生きできるんじゃないかとか認知症にならないんじゃないかとか思うかもしれないですけどもそういうことでなんとなくリアリティがなかったりとか変化が多いですよねだから江戸時代の時みたいな形で自分もじいさんみたいな感じで生活するのかなと思えないんですよね僕らは変化が多いからあまりにも生活のスタイルも変わるし10年前とも全然違いますよインターネットの変化 変化とかね働き方も違うわけじゃないですか10年前と全然そういう中では自分が死ぬ何十年か後のことは想像つきにくいとかもあるだろう発達障害傾向のある人はそもそも難しいんですよね時間の展望とか自分の変化っていうのが苦手だったりとかライフステージが切り替わるとか役割が変化していくってことが想像しにくかったりするし実際できなかったりするので常に自分のまんまなのでそこで分かりにくいっていうのもあるのかなと思いますあとはアンチエイジングですねアンチエイジングの経済っていう問題で誰も 老けたくないし年を取りたくない死にたくないんですよそうそれを防ぐためのビジネスっていうのがすごく活性化しているので,ですごくここには広告も打たれるのでまあ結果的にタブーシーされちゃうのかなというふうに 思いま,すね、まあこういう話の中で僕が思うのはまあいろいろその大きい絵の話をするのも大事だけれども、まあ、自分自身の人生について考え直すってことはとても重要だと思いますね自分はどういうふうに置いていくのかどういうふうに変わっていくのか5年後10年後20年後どう想像するのかでどんな人生を送りたいのかってことを考えることはとても重要ですね変化が多いから無意味じゃないかという患者さん多いんですけどもやっぱり一回考えておくことは変化があってまたブレるかもしれないけれども また考えればいいんでですよねで病気がある時だからこそ考えるものでもあるんですよね。こういうふうに自分のアイデンティーが揺らぐ病気になってるアイデンティーが揺らいでいる時にこそ考えておく必要がありますね。目標とか目的っていうのは長期目標と短期目標をやっぱり同時に考えなきゃいけないんですよね。ある時は長期目標を考える。じゃあこうしようと思ってで今のこの短期目標をピタッと決める。 で、今度は、今やれるべきことが、ちょっとずつずれていくんですよね。じゃあ、ずれに合わせて、こっちを変えてあげる。この2点を、なんか、無意味なんじゃないかとか、じゃなくて、まあ、何度も何度も考えていくっていうのが、まあ、心の探求でもあるし、人生の探求でもあるし、まあ、面白みでもあるんですね。それが結果的に心の成熟とか、人生の本質を理解することにもなるので、そうするとですね、あの、心が成熟していくので、成熟した結果ですね、身近な不安とかですね、困難を乗り越えやすくなるので、え結果的 に打つが良くなるということになるわけですよねということで今回は市のタブー化と安楽死というテーマで議題を挙げさせていただきましたでは以上でこの動画ありますもしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンを押し上げとるかとシェアの方よろしくお願いしますではまた。